利根坂にて義景と決別を果たした光秀は信長と共に近江へ向かい、浅井長政の本拠小谷城を包囲する。もはや頼るべき盟友もなく、孤立無援の窮地に陥った長政に対し、信長は最後の降伏勧告を行う。しかし長政は勧告に応じず、浅井家に嫁いだお市も織田家に戻ってこようとはしなかった。長政の覚悟に応えるべく、天下一新を推し進めるべく、信長と光秀は浅井との大一番に臨む。小谷城の戦い。やはり長政殿に降伏する気はないようだ。もう長政を討つしかねえってことか。お市と権六殿はどうするんだ。長政に加担するならば討つほかあるまい。様子はどうだ光希。ダメだ、二人ともこの前より思い詰めた顔してる。俺がやってきたことは本当に親父のためになってんのかな。俺たち忍びはきっちりと任務をこなすだけだ。それを積み重ねてりゃいつか織田殿も笑顔になるさ。そうだよな。ありがとう桃地さん。きっちり働いてやるよ。俺に任せとけ。浅井をこの地で滅ぼす。二手に分かれ本丸まで進軍するぞ。長政殿に俺の覚悟を示す。天下一新阻ませはしない。さて景気づけに火をつけて進むか。先に目障りな敵兵を始末するぞ。親父たちに遅れないよう俺たちも進もう。邪魔する奴らは蹴散らしてやる。ついに織田勢が攻めてきたな。俺は絶対に負けない。よし一度下がるぞ。敵を迎え撃つ準備に入る。敵兵はあらかた片付いたな。よし砦に火をかけろ。開門。兵を指揮する俺と信長殿いずれが引いてもこの戦敵方の勝利と心得よ。圧勝して浅井に力を示さねえとな。味方の戦力が削がれないよう気をつけねえと。任せろ。あの砦不自然に門が開いているな。探りを入れるべきか。砦の制圧になったようだ。進軍を再開する。開門。敵だ。よしぶっ飛ばす。もっと派手に燃やしてやろう。登録兵を出せ。開門。他にも手頃な砦があるじゃねえ。じゃんじゃん燃やしていくぞ。よしあの砦を攻めるぞ。少しでも親父の役に立たねえと。開門。来るか姫のため。これは俺が食い止める。
この砦を落とすのが我らの役目。補助力を願いたい。全力！砦は落とせたな。忍びのみんなはここを拠点に使ってくれ。待ちくたびれば打ち死に。見に行けよ。よし、この間な。火をつけろ。開門。織田の軍勢が近づいてきた。これ以上進ませるわけにはいかない。開門。打ち死に。打ち死に。打ち死に。ここは絶対に通さない。兄様の思い通りにはさせないんだから。一、無事か。俺も共に戦うぞ。やはり二手に分かれて攻めてきた。地の利は俺たちにある。敵の背後をつけ。遊んでやるよ。開門。任せろ。手の内を読まれていたか。別動隊が危ない。火星に向かわなくては。私は諦めない。必ず兄様に勝ってみせる。さすがに強い。だがまだ負けたわけじゃねえ。開門。本丸への道が開いた。進軍するぞ。開門。待ちくたびれ。よし、このまま本丸まで駆けよう。信長殿の足を引っ張るわけにはいかない。速やかに進軍せねば。我らの出番だ。敵を撹乱せよ。いざ参ろうぞ。敵の増援は北へ向かったか。我らは迅速に本丸までの道を確保するぞ。開門。遊んでやるよ。天下無双の名は俺がいただこうか。打ち死に。浅井勢の戦意は衰えぬ。だがここが正念場だ。ひるまず進め。開門。敵将討ち取ったり。フルはなんだか。いやはや恐れ入りますな、桃地殿。血でむせ返る。任せろ。くせー。
それでいい。すぐに本丸へ進むぞ。一、お前は逃げろ。これ以上俺に付き合う必要はねえ。私の志でもあるんだよ。自分の心を偽るなんて私にはできない。姫、俺も最後までお供しましょう。開門。打ち死に。姫には指一本触れさせん。打ち死に。よく聞け。俺の技こそ天下無双だ。残るは長政のみ。たくましくなったものだ。来た、信長。俺はあんたに下る気はねえ。絶対にだ。どこまでも愚直なやつだ。長政、ここで決着をつけさせてもらうぞ。ここまでか。しまいだ、浅井長政。その目、やっぱり変わったな。あんた、所詮は歌方の夢か。長政殿、俺は。言うな、光秀。分かってる。正真正銘、俺の負けだよ。だがな、どんだけ強かろうが、義に戻り、身勝手に多くの命を奪ったあんたを、俺は絶対許さねえ。鬼畜生に気づける天下は、花一つねえ地獄だけだ。因果応報、ろくな死に方しねえよ、あんた。ああ。忠告、痛み入る。ちくしょう。秀吉殿、先ほどはなぜあのような口添えを。身内とはいえ、処断をせねば周囲に示しが。勘違いすんな。別に情けをかけたわけじゃねえ。ただ使える手駒は残しとくべきと思っただけだ。この大谷での一戦を経て、織田の名はより一層広く天下に轟いたに違いねえ。おいらたちも一層気を引き締めねえとな。使えるもんは何でも使ってのし上がってやろうぜ。ああ、天下一心、俺の刃はそのために。よう、またしょげてんのか。美月、桃地さん、親父変わっちまったよな。昔の親父なら血のつながった妹にあんな冷たいこと言わないはずだ。はは、何を言ってんだ美月。実の弟を殺した男が身内に優しいわけねえだろ。え、
弟を殺してその子供を忍びの里にこそこそ捨てるやつだ。裏切った妹なんざへとも思ってないだろうよ。ちょっと待ってくれ。その子供ってまさか。待て、お前知らなかったのか。てっきり俺はお前はジップの敵に取り入って首を取る魂胆とばかり。どうやらお前の耳に入れるべきじゃなかったようだ。この話は忘れろ。これ以上苦しみたくなければな。俺はそんな話は信じねえぞ。よし、これで種まきは済んだな。あとは花が咲くのを待つだけだ。進むぞ、光秀。天下一心をなすまで歩みを止めてはならぬ。それが俺たちのなすべき正しきか。そのためにくすぶる火種は余さず絶やさねばならぬ。たとえ天魔と揶揄されようとも、俺は徹底的に乱世を壊す。たとえその過程で無垢な花がすすけようとも。それでも先の世に希望をつなぐことはできる。正しきを貫く。そのために俺は刃を研ぎ続けた。全ては天下一心をなすため。その子を俺にも背負わせてくれ。これを鳴らせばもう戻れぬぞ。覚悟の上だ。で、あるか。